ニュースインサイト。草と共に生きるオーレックの提供でお送りします。火曜日は経済です。明治大学政治経済学部准教授でエコノミストの飯田康之さんです。飯田さん、おはようございます。おはようございます。今朝は所有者が誰なのかわからないという土地、これが全国で増えて今問題になっているということなんですけど、どんなところが問題になっているんですか？そうですね、一番多いパターンとしましては、はい、昔村に入り合い地というのがありまして、入り合い地、例えば里山とか、うん、みんなで使う広場とかを共同で所有していた、うん、ということがあるんですね、うんうん、でみんなで所有しているので誰のものという感じではなかったため、子供の代になっても相続手続きがなく、うん、孫の代になるともっとなく、うん、ある土地では昭和の初期に十数人で共同所有されていた土地の、現時点での、一応権利を持っている相続している人が700人になってまして、それってあれなんですか、土地の名義がその複数の名義、たくさんの名義が書き込まれちゃってるってことなんですか？つまりは昭和の頭から書き換えを行われていないので、それを正確に後を追って、つまりは、そこが、道路ができるとか、使いたいってことで、さあ誰から買いますかっていう風になった時に所有者を調べなきゃいけないんですね、はいはい、そうですね。で、そうしたら所有者が多数になりすぎていて、事実上もう誰のものなのかわからないし、そうか、その土地全部700人が700人で持ってるわけですから、一人一人許可を取っていかなきゃいけない。それはまあ実無理ですよね。実無理ですね。はいはい。で、こういったものが典型的な、所有者不明土地なんですけれども、これ山林、林地とかで結構多いんですね。で、一方で今度は所有者不明とまでいかないんですけれども、はい、農業を農地の場合はですね、ずっと耕していたと。はい、で、そのお父さんが亡くなって、うん、息子の代になったと、はい、その相続の際に登記していなかったと、はあはあはあ、はいはい、で、その後その孫が継いでるはずなんだけれども、うん、孫はもう離農した、つまりは農業をやってなかったと、はい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 、でそうするとひ孫の代にいいとかっていう風になって、だんだんその土地そのものに興味がない人が所有者になっていくと、そうですね、そうなった際に、例えば現在、うん、日本の農業生産というのはどんどん増加して売上高伸びています、はい、で、もうちょっと例えばやる気のある農家さんが隣の土地をちょっと使いたいというふうになっても、うん、その隣の土地、もう都会に出てかつ農業に興味がない人をというのが持っているとなると、うん、はい、なかなかこれまた手続きが面倒くさくなるんですね。はあ、そうなんですね、さらにこれはちょっと、小さなネタかもしれませんけれども、はい、都会に出ていた人って土地の値段が、その農地の値段がよく分かってないので、うんうんうん、なんかこんな広い土地だから随分うんと高いんじゃないかというふうに、はあ、勘違いしていたりすると、はい、それでなかなか売却の交渉というのがうまくいかないと。なんでそんな二束三文なんだって言われるんですけど、はい、この辺りの農地はどんなに広くてもそのぐらいなんですと、そういう実態分かってない人が相続している問題もある、あ、そして、林地も、そしてこれは農地もなんですけれども、はい、所有者がしっかり管理してないと荒れるんですね。そうですね、例えば、杉、ヒノキ等の林であればちゃんと間伐をしていないと、はい、せっかく財産にもなりうる木っていうのがちゃんと売り物になるものにならなくなってくる、はい、荒れてしまったり痩せてしまったり、枯れてしまったりしたら元も子もないと、で農地ですと、いい土地はそうやって借りたい、とか買いたいなんですけれども、あまり良くない場所でほったらかしにされると、はい、そこが、荒れ地になって、虫が出たり、あとは鳥獣害、つまり鳥とか、獣みたいなものが、農地に入ってくるようになってしまったり、そういった害があって、現在このまず一つは登記されていない土地をしっかり調べる権限というのを、登記官に、持たせようと、はあ、今までは登記官っていうのは、登記簿上の情報を書き換えるだけだったんですが、はい、
ちゃんと、ま、調査もできるように権限を与えましょうと。範囲を拡大させたんですね、役割のね。役割を、はい、であるとか、森林経営管理法という、ま、現在議論されている法律ですと、うん、ちゃんと真面目に管理していない土地は基本的に市町村がに管理といいますか利用権を移そうと、うん、これ結構重要な決定でして、はい、土地を持つってことはその土地を、ま、最低限管理するっていう義務と僕はセットだと思うんですね、はい、で、この問題、今は森林農地ばかりの話ですが、はい、これ徐々に次のステップは空き家問題になってきます。ははー、なるほど、うん、で、空き家問題農地林地以上に深刻です、つまり町の中に立ち腐れてる空き家があると、うん、周りの土地とか建物の価値まで落としていく。はあ、そうなんですか。もっと直接的には隣にそういうお屋敷があると、うん、まあ、ネズミゴキブリの被害がですね、発生源になってしまうとか。ああ、そうするとその土地の値段も下がっちゃう、価値が下がるってことですね。そして直接的にも迷惑極まりない。確かにね、そうですよね、移ってきたはいいけど ね、もう確かにね、そうだ、衛生上もね、それ良くないし。そうなんです、うん、で、こういった管理されてないでも所有されているっていうものを、はい、どうやって、まあ、その実は所有とある程度最低限の管理っていうのがセットなんですよ、うん、という形に持っていくのか、はい、これ今後ですね、今のところはまずは農業とそして林業の土地からっていうことにはなってますけれども、徐々に、宅地で広がっていくと、うん、で、これ日本全国で、大体ですね九州と同じぐらいの面積の所有者不明地があるんじゃないかと言われて、これが増えていきますと、そしてそれが管理されていないと、うん、ますますその周辺まで土地の価値が下がって、土地の価値が下がるからじゃあって言って、そこも使われなくなっていく。使われない土地は、まあ、例えば自分がどの土地買ったか覚えてないって人はいないと思うんですけれども、相続を一個二個挟むと、いよいよ分かんなくなっちゃうんですね。確かにね、そうですよね。そうするとせっかくこれから国土計画をしたい、または新しく自分が土地を利用したい、はい、町を整備したいっていう時に、うん、とんでもなく労力がかかってしまう。はー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 。で、日本は、まあ、伝統もあるんでしょうけれども、この土地の所有に関する権利非常に強いんですね。おー、ですが、全く管理されていないとか、うん、住んでる気配もなければ、それこそ周りの人に聞いても誰のものかもわからない、うん、そういったところにはもう少し行政が手を出せるような、そうですね、早めに作っておかないと10年以内に大量の相続が発生して、うん、もっとわからない土地だらけになります。そうですね。その前にちょっと臨地農地は動き出してます。今度は宅地について、もう少し踏み込んだ形で、土地を所有するっていうのはその土地を最低限の管理をする義務とセットなんだっていう考えに基づいた制度の改正っていうのが必要になっていくんじゃないですかね。そうですよね。これから人口減っていくわけですから、ますます増えていくんですよね、そういうのね。ね、確かに。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。明治大学政治経済学部准教授でエコノミスト飯田泰之さんでした。
相続している問題もある。あそして、林地も、そしてこれは農地もなんですけれども、はい、所有者がしっかり管理してないと荒れるんですね。うん、あそうですね。例えば、まあ、杉、ヒノキ等の林であればちゃんと間伐をしていないと、はい、せっかく財産にもなりうる木っていうのが、はい、ちゃんと売り物になるものにならなくなってくる。うん、荒れてしまったり痩せてしまったり、まあ、枯れてしまったりしたら元も子もない。うん、で農地ですと、まあ、いい土地はそうやって借りたい、とか買いたいなんですけれども、うん、まあ、あまり良くない場所でほったらかしにされると、はい、そこが、荒れ地になって、まあ、虫が出たり、はあ、あとは鳥獣害、つまり鳥とか、獣みたいなものが、農地に入ってくるようになってしまったり、はあ、そういった害があって、現在このまず一つは登記されていない土地をしっかり調べる権限というのを、うん、はい、登記官に、持たせようと。はあ、今までは登記官っていうのは、うん、登記簿上の情報を書き換えるだけだったんですが、はい、ちゃんと、ま、調査もできるように権限を与えましょうと。はあ、あ、範囲を拡大させたんですね、うん、役割のね、役割を、はい、であるとか、森林経営管理法という、ま、現在議論されている法律ですと、うん、ちゃんと真面目に管理していない土地は基本的に市町村がに管理といいますか利用権を移そうと、うん、これ結構重要な決定でして、はい、土地を持つってことはその土地を、ま、最低限管理するっていう義務と僕はセットだと思うんですね。はい、で、この問題、ニュースインサイト草と共に生きるオーレックの提供でお送りします。火曜日は経済です。明治大学政治経済学部准教授でエコノミストの飯田康之さんです。飯田さん、おはようございます。おはようございます。おはようございます。今朝は所有者が誰なのかわからないという土地、これが全国で増えて今問題になっているということなんですけど、どんなところが問題になっているんですか？そうですね、ま、一番、ま、多いパターンとしましては、はい、昔村に入り合い地というのがありまして、入り合い地、入り合い地、例えば里山とか、うん、みんなで使う広場とかを共同で所有していた、うん、ということがあるんですね。うんうん、でみんなで所有しているので誰のものという感じではなかったため、あ、はいはい、子供の代になっても相続手続きがなく、うん、孫の代になるともっとなく、うん、ある土地では昭和の初期に十数人で共同所有されていた土地の、現時点での、一応権利を持っている、相続している人が、700人になってまして。ああそれってあれなんですか？土地の名義が、その複数の名義、たくさんの名義が書き込まれちゃってるってことなんですか？つまりは昭和の頭から書き換えを行われていないので、はあ、それを正確に後を追って、つまりは、そこが、道路ができるとか、はあ、使いたいってことで、さあ、誰から買いますか？っていう風になった時に所有者を調べなきゃいけないんですね。はいはい、そうですね。で、そうしたら所有者が多数になりすぎていて、うん、事実上もう誰のものなのかわからないし、そうか、その、その土地全部700人が700人で持ってるわけですから、うん、一人一人許可を取っていかなきゃいけない。それはまあまあ実無理ですよね。実無理ですね。うん、せっかくこれから国土計画をしたい、または新しく自分があの土地を利用したい、はい、町を整備したいっていう時に、とんでもなく労力がかかってしまう。はー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 。で、日本は、まあ、伝統もあるんでしょうけれども、この土地の所有に関する権利非常に強いんですね。おー、ですが、全く管理されていないとか、うん、住んでる気配もなければ、それこそ周りの人に聞いても誰のものかもわからない。そういったところにはもう少し行政が手を出せるような、そうですね、早めに作っておかないと10年以内に大量の相続が発生して、もっとわからない土地だらけになります。そうですね。その前にちょっと林地農地は動き出してます。今度は宅地について、もう少し踏み込んだ形で、土地を所有するっていうのはその土地を最低限の管理をする義務とセットなんだっていう考えに基づいた制度の改正っていうのが必要になっていくんじゃないですかね。そうですよね。これから人口減っていくわけですから、ますます増えていくんですよね、そういうのね。そうですね。確かに。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。明治大学政治経済学部准教授でエコノミスト飯田康之さんでした。
こういったものが典型的な、所有者不明土地なんですけれども、これ山林、林地とかで結構多いんですね。で、一方で今度は所有者不明とまでいかないんですけれども、はい、農業を農地の場合はですね、うん、ずっと耕していたと、はい、で、そのお父さんが亡くなって、うん、息子の代になったと、はい、その相続の際に登記していなかったと、はあはあはあ、はいはい、で、その後その孫が継いでるはずなんだけれども、うん、孫はもう離農した、つまりは農業をやってなかったと、はい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 、でそうするとひ孫の代にいいとかっていう風になって、だんだんその土地そのものに興味がない人が所有者になっていくと。そうですね、そうなった際に例えば現在、うん、日本の農業生産というのはどんどん増加して売上高伸びています、はい、で、もうちょっと例えばやる気のある農家さんが隣の土地をちょっと使いたいというふうになっても、うん、その隣の土地、もう都会に出てかつ農業に興味がない人というのが持っているとなると、うん、はい、なかなかこれまた手続きが面倒くさくなるんですね。はあ、そうなんですね、さらにこれはちょっと、小さなネタかもしれませんけれども、はい、都会に出ていた人って土地の値段がその農地の値段がよく分かってないので、なんかこんな広い土地だから随分うんと高いんじゃないかというふうに、はあ、勘違いしていたりすると、はい、それでなかなか売却の交渉というのがうまくいかないと、なんでそんな二束三文なんだって言われるんですけど、はい、この辺りの農地はどんなに、今は森林農地ばかりの話ですが、はい、これ徐々に次のステップは空き家問題になってきます。ははー、なるほど、うん、で、空き家問題、農地林地以上に深刻です。つまり町の中に立ち腐れてる空き家があると、うん、周りの土地とか建物の価値まで落としていく。はあ、そうなんですか。もっと直接的には隣にそういうお屋敷があると、うん、まあネズミゴキブリの被害がですね、発生源になってしまうとか。ああ、そうするとその土地の値段も下がっちゃう、価値が下がるってことですね。そして直接的にも迷惑極まりない。確かにね、そうですよね、移ってきたはいいけど ね、もう確かにね、そうだ、そう、衛生上もね、それ良くないし。そうなんです、うん、で、こういった管理されてないでも所有されているっていうものを、はい、どうやって、その実は所有とある程度最低限の管理っていうのがセットなんですよという形に持っていくのか、はい、これ今後ですね、今のところはまずは農業とそして林業の土地からっていうことにはなってますけれども、徐々に、宅地に広がっていくと、うん、で、これ日本全国で、大体ですね九州と同じぐらいの面積の所有者不明地があるんじゃないかと言われて、うんうん、これが増えていきますと、そしてそれが管理されていないと、うん、ますますその周辺まで土地の価値が下がって、土地の価値が下がるからじゃあって言って、そこも使われなくなっていく。使われない土地は、まあ、例えば自分がどの土地買ったか覚えてないって人はいないと思うんですけれども、うん、相続を1個2個挟むと、うん、いよいよ分かんなくなっちゃうんですね。確かにね、そうですよね、そうですね、そうする